おはようございます。12月19日モーニングショットをお届けしたいと思います。ドル円でございますが、朝方から乱高下をしておりますが、136円台、引きつけて売りたいなというふうに思いました。見てる最中に、136円の60台までございましたが、また5円台まで落っこってということで乱高下を繰り返しておりますが、6円の3545で売りを、136円70ストップで、135円の8070利食いのイメージを作りました。ユーロドルは 1.05 の7060買いから 1.0535 でストップ、 1.063545 利食いを、ユーロ円は144の5060売り、144の85ストップ、143の8575利食いのイメージを作っております。本日は場が非常に薄いというふうに考えておりますので、差し値をしない形といたしました。ポンド円、166円の1020の売り、166円の40でストップ、165円の1505で買い戻し。タイドルは 1.213525 の買いから 1.21 ちょうどでストップ、 1.222535 利食い。OG円は91円の6575の売りから92円ちょうどでストップ、90円の9080利食い買い戻し。タイドルは 0.666555 買いから0.6640 ストップ、 0.673545 利食い。ニュージー円ですが、87の2030売り、87の50でストップ、86の6050利食い。タイドルは 0.635545 の買いから0.6319でストップ、 0.64 の2030利食いのイメージを作っております。あまり追いかけて5円台低いところを売りたくはございません。十分に引きつけて、もし戻りがあれば売るぐらいのスタンスで、あんまり入れ込まずにですね、今週1週間なんとか逃げ切りたい、そのように考えております。また何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。モーニングショットこれで終了です。